挨拶申し上げます。中村健吾選手、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。川崎フロンターレのチームです。まずこのコロナの新型コロナの影響で来るのもままならない大変な中、そして寒い中、ここに足を運んでくださった皆さん、本当にありがとうございます。そして、ザドンさん、僕というような人間のために、僕のような人間の引退セレモニーのために、ここに来れなかった人たちのために生配信をしていただき、本当にありがとうございました。ずっとこの日が来ないことを考えていて、けど今新田さんと下物4人作ってくれたこの V を見て、ああ俺引退するんだって思いました。多分どこかで、会見もしましたし、発表もしましたし、自分の中では他人事のようなところがあったんじゃないかなと思ってました。今思います、それは。けどこれだけの人が来てくれて、最初から勝負者、はしごすごい高い勝負者が邪魔くなってくれたり、切りたいさんチャリコで走ってくれたり、それパトカーを追っかけたり、最初は本当にこのクラブやっぱすげえなって思ったんですけど、けどそれは全部自分のためにやってくれたことで、みんなありがとうって、マチコさんもそうだし、陸上の皆さんもそうだし、OB の選手たちもみんな言ってくれましたけど、ありがとうを言いたいのは僕のことです。もう本当に何でもない大学生を拾ってくれたフロンターレ、感謝しかありません。本当にありがとうございました。僕はフロンターレでもらったことがあって、 J リーガーっていうのはお金を稼いで、いい車に乗って、いいものを買って食べて、サッカーをすればいい。僕が入るから本当にそう思ってました。けどこのクラブに入ってそうじゃないことに気づかせてもらいました。それは地域密着、川崎市の皆さんを笑顔に元気にするという合言葉を持ったクラブに僕は入ったので、本当に多くの方と接し、本当に多くのものを学び、何より僕自身が皆さんと触れ合うことを楽しみにしていました。今でも忘れません、2003年開幕戦、雨でした。山陽戦にしか入ってませんでした。本当かと思いました。それでも地域密着を続けて、皆さんと共に歩んできた結果、今フロンターレはこれだけ大きなクラブになりました。もうこれは本当に先輩たちから始まって、川崎フロンターレを強くしたい、いいクラブにしたいと思うクラブ、サポーター、スポンサーの皆さん、本当にみんなが同じベクトルを、同じ方向を向いた結果だと僕は思いました。これは多分自分がただサッカーをやってればいいっていう発想の人間だったら、ここまでプレイヤーとして続けるかもしれないし、フロンターレもここまで
こう地域の皆さんを巻き込んでここまで大きくなることはなかったと思います。だ本当にそういった意味で僕はこのターンに拾ってもらって心から良かったと思ったと思いますし、この18年間本当に感謝の気持ちしかないです。だから僕はこの後今いる選手たち、クラブのみんな、スタッフのみんな、サポーターの皆さん、スポンサーの皆さんがこれまで以上に愛する、愛されるクラブになっていってほしいなというのを心から願っています。フロンターに関わる一人一人がフロンターに愛を持ってそれぞれがそれぞれの立場でフロンターのために戦ってほしいなと心から思います。今フロンターに入りたい、フロンターを目指している子どもたち、僕自身はちっちゃい頃、まさかの V で流れてましたけど、高校入った時は、小学校の時は本当にちっちゃくて、高校入る時はちっちゃくて、まあ、今も体は華奢ですし、体強くないですけど、40までプレーすることができました。何が言いたいかっていうと、体の小ささとか身体能力の低さはハンデじゃないんです。おそらく小学校、中学校、中学高校生悩んでる人いっぱいいると思うけど、そうじゃないと思う。僕のキャリアが言ってます。みんなに可能性があります。子供たち一人一人には、それを自ら蓋をしてほしくないし、指導者の人たちもただ小さいから使わない、足が遅いから使わない、そういう目線で見ないでほしいなと心から願っています。逆にそのハンデをチャンスだと思ってください。周りの環境とかチームメイトとかに文句言ったりそういうのは一切関係ない。全部自分にベクトル向けてください。そうすればその気持ちを持って一日一日頑張れば必ず道は開けます。そして周りが助けます。なので今サッカー選手になりたい、でもちょっと悩んでることもあるし、もう一回明日から新しい気持ちでボールを蹴ってほしいというふうに思っています。そして川崎フロンターレはこういうふうに頑張った選手、こういう素晴らしい舞台を用意してくれる最高のクラブです。フロンターレは本当に選手たちがここに入って一人でも多くこのような舞台で引退セレモニーがまた行われることを僕は本当に心から願います。最後になりますが、18年間、まあ、ちょっと最後ベージュに切ってしまいましたけど、この年齢になるまで大きな怪我もなくプレーできる体を産んでくれた、そして育ててくれた両親、そして小さい頃から応援してくれて今でもずっとサポートしてくれてる姉、2人、本当にありがとう。僕はみんなのサポートがなければ、まあ、サッカー選手になってないと思うし、ここまで頑張れなかったと思ってます。本当に、2人の子供で良かったと思いますし、中村家の人間で良かったなというふうに思っています。そして先ほど素晴らしい文を書いてくれた息子、そしてリュウ、そしてケイダ、リーダー、本当にありがとう。パパは3人がいたからここまで頑張ることができました。3人にこの景色を見せられて父親として本当に誇りに思います。みんなと悔しい思いした時期もありましたけど、一緒に優勝を喜べたことは僕は一生忘れません。そして、カラモさん、
僕は多分君がいなければここまでには育てなかったから、どんな時もポジティブなことを言ってくれて、前向きに自分とは逆のことを言ってくれて、僕を引っ張ってくれた、本当に感謝しかないです。あなたと会ってなければ僕はここまでになってなかったから、本当に出会ったのは4年からですけど、18年間本当にありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いします。本当に最高のプロサッカー選手生活でした。川崎フロンターレに入れて本当に良かった、みんなに会えて良かったです。僕は頼もしい後輩たちにフロンターレの今後を任して先のステージに進みたいと思います。これが多分選手として最後に話す言葉になると思いますが、僕は今日のこの景色は一生忘れません。本当に本当に感謝しています。フロンターレ最高です。ありがとうございました。中村憲剛選手にもう一本見ていただきたい VTR でございます。